2020年度のですね、政務活動費の収支報告でございます。これホームページにもこんな形のやつは載ってるんですけども、もっと詳しいやつはこの間紙ベースで出さんとわからんということでね、出張のやつをよう言うとったんです。ほんで他にもですね、公明党が公明新聞やったかな、さか自分のとこの党の新聞取るなとなってるんですよ。これ判例ですよ。で公明党が取ってたんと、この公明党には是正をせえということを11月ぐらいに言うたらですね、3月になってもう今年度で辞めたということで辞めたんですよ。でそれこそっとですね、共産党が赤旗取っててですね、それは私にも言わんと後から見て、お前らも取ってくれないかいって言って言うたんですけどもね、そういうこともあっていろいろ是正したおかげでですね、もういろんなことで金使われへんようになって、ガソリン代もこれ出してないんです。ガソリン代は出せよというふうに言うたんですけどもね。で、まあ、議員から文句が出たのは、まあ、これもう旅費ぐらいしか使うとこなくなったんじゃないかということをね言われて、でもチラシについてですね、これで出してもええということにおそまきながらなりましたので、そこの分で、まあ、使えるというようなことになってるんです。なの政務調査から政務活動費になってからですね、使途の項目については範囲が広くなったのになぜかですね、ここでは狭くするというような、なんかおかしなことやってんなと思って、で私が言うて変えさせた分がありますねんけどもね、それがですね、これ見てもらうと分かりますけども、これ日当1300になってますけど、これ2600円でした。半額になりましたね。これ高いんちゃうか、まあ、日当なんかそもそもいらんと思ってるんです私はね。で一番大きなこれです。宿泊費ですけども、これ今まではホテルどこ泊まったかわからなかった。しかも1万5000円を私切りやったのを1万2000円に下げたんです。で、下げてもこれ実費請求してないんちゃうかと思ってたんですけども、ちゃんとこれ見たらですね、実費請求になってます。これ見てください。これ維新のやつなんですけども、ちゃんとねホテル代書いてあるでしょ。ホテルはどこかっていうのをね書いてあるんですよ。これちなみにこう1万6800円だったんで、これ2人分ですからね。でここで領収ついてなかったんだけども、これ領収ついてますね。これ共産党のやつなんですけども、ね、1万2000円を1万1900円ギリギリまでいくというね、これほんま脱法とは言いませんけども、共産党って金を税金についてちゃんと使えて言うてる党なんじゃないんですか。で共産党の時にも言いますけども、これね、中井さんが言ってる時にはですね、特に手厚いホテルにお泊りになられておると。他の4人おるんですけども、他の議員が言ってる時にはですね、そういう値段になってないということもございましたということででしてね、これ維新で面白いのはですね、これ見てください。飛行機カゴマまでね、 MM ですよ、ピーチですよ。堂本さんは長崎の方でですね、 JAL の支店長をやられとったんですよ。で JAL の叩けみたいなのあるんちゃうのと、永年金属でね。で鉄道会社なんかはそんなくれたりするんでね、そんなあるんかと思ったら、そんなもんあるかいなと。退職した1年の時だけチケットみたいなのをくれるけど、その後みたいにそんなないでというような話やったんですけど、まあこういうところでですね、これ節約してますよね。これちなみにですね、他の会派のところにも言いますけども、これカゴマ行くのにもちろんみんな飛行機使ってます。で、キャリアを使ってるところもあるんです。 LCC じゃなくてね。でこういうとこも、まあ言うたら私が言うてるからですよ。もう細かいところでね、無駄遣いすんなよということをね言うてんの、やっぱりね気にされてるということですね。で高知行った時なんかですね、片道バスですよ、ね、片道見てくださいよ。高知から阪急高速バスですよ。で帰りこそですね、電車で帰ってはりますけども、帰りはこれこっちのぞみやけども、こっち側はなんか急行の名前書いてたよね。で行ってるわけですよ。これ特急南部ね、これで行ってはるわけです。こういうふうにもう見られてもおかしくないようにちゃんとしてるからなというようなことになっております。ちなみにこれは維新の報告書でございました。